というわけで中継の峰島です。続いてね、チョコ太郎くんはマイクロバブルですね。このマイクロバブルはね、細かい気泡がね、毛穴の奥にまで届いて汚れを落としてくれる。そして毛並みの改善、皮膚病の予防などにもなるですね。優れもんですね。どうですか、チョコ太郎さん、使い心地はいい感じですか？よくは分からないんですけどね。転がったアヒルさんのことを言ってるんですね。転がったアヒル、どうですか？最近景気はいい感じですか？儲かってますか？ぼちぼちですか。それは良かったです。じゃあここで最後にご家族の皆さんに何かコメントございましたらどうぞ一言。なるほど、そうですね。お風呂入ると気持ちいいですね。以上、チョコ太郎くんでした。さようなら。